おっと足を滑らせました。なんとかつないで FC 岐阜ボールです。山岸から中央へ上がっていきます。あ、惜しいですね。右三島中央へ、もう一度入れてフリーで待っている、シュート決まりました。先制したのは FC 岐阜、藪内健人、6試合ぶりの出場でゴールを決めました。先制点。いやー、ここのところ岐阜は押し込まれ気味だったんですが、そうですね、あの非常にいい展開しましたよね。ワンチャンスをものにしました FC 岐阜。このパスの流れというのはいかがですか。非常に良かったと思いますね。サイドから風間選手のポストプレーですよね、はい、この間に外から山岸選手が入ってきて、最後は藪内が落ち着いて決めましたね。